中山先生とはもう古いこと付き合いさせてもらってまして、でひょっとしたときにママを紹介してもらいまして、で帝国ホテル の100回記念、それも参加させていただきましたんですが、まあ、今回は、ママさんの店へ来てくださいよということで、ちょっとこう上手な人ばっかり連れてそれで寄せてもらったんです。そしたらまた偶然にも彼と、はい、お友達やよ、ね、引き合いされてるのが何かちゃんとした、ね、縁で、まあ、そんなんで一つ皆さん方今日はゆっくりと楽しみましょう。よろしく。ありがとうございます。できない私忘れるらしい愛に涙を吠える吹きいつ生まれて深く折れて死ねたら